銀河系内の太陽系の一つ、バスティール系。この太陽系は恒星バスティールと15の惑星から成り立っている。第7惑星ビローズにはいつの頃からか知的生命体が誕生し、さまざまな文化を生み出しながら繁栄していた。しかし今から1世紀ほど昔、この惑星に資源不足問題が生まれた。彼らはこの危機を乗り切るために周辺惑星の開発に乗り出した。当初は衛星のみの開発であったが、次第に手を広げ、現在では第2惑星から第11惑星までの星々を開発していた。その結果、資源不足の危機は逃れたものの、多くの人々が資源開発の利権を得るために争いを繰り返した。この星の第48代皇帝ロドリゲス・ファラシアは、社会を安定させるために様々な政策を試みたが、保守的な彼の政策では一朝一夕には状況は変わらなかった。そして事件は起こった。報告します。テロリストの奇襲攻撃です。閣下、ここは危険です。さ、こちらへ。お気づきになられましたか。ハリアルとステファンはおるか。外でお待ちいただいておりますが。二人をここへ。シネア、父上はどうなのだ。意識は取り戻されました。お二人をお呼びでございます。そうか。しかし非常に危険な状態です。今夜が峠になるでしょう。あまり長くお話しなさらないでください。それと万一の時のお覚悟を。父上、来たか。二人とも。私はもうダメだ。だから手短に話す。何を弱気なことを。父上らしくありませぬぞ。気遣わんでもよい。自分の体のことは自分がよく知っておる。私はこの星の社会を安定した公平なものにしようと努めてきた。しかし結局は何も変えられずにこのありさまだ。だからこそお前たちにはこの星を変えてもらいたい。お前たち二人が力を合わせれば必ず成し遂げられる。私はそう信じておる。お前たちも知っての通り、この星は代々我がファラシア一族より皇帝を選出する慣習がある。したがってお前たちのうちの一人を49代皇帝に指名するのが私の最後の仕事だ。一人だけを選ぶのは非常に心苦しい。しかし皇帝は一人なのだ。よいか。次の皇帝になるのは父上。いけません。お二人とも外でお待ちください。シネア、父上を頼むぞ。しかし必死の治療にもかかわらず、ロドリゲスは帰らぬ人となった。第49代皇帝には長男であるという理由からファリアルが選ばれた。そして1年が過ぎたが、社会はそれほど変わらなかった。ファリアルもまたロドリゲスと同じく保守的な政策しか行わなかったのだ。そしてそれを一番激しく思っていたのは弟のステファンであった。彼はもっと大胆な改革を行うべきだと考えていた。たとえ最初は混乱しても、最終的には短時間で安定した社会を作り上げられると考えていたからだ。そして一人の男の登場によってこの星は動乱の時代を迎える。兄上は一体何を考えているのだ。
こんなことで世の中が変わると思っているのか。はあ、皇帝閣下にもそれなりのお考えがあってのことと思いますが、兄上は気づいていないのか。このままでは父上の二の舞だというのに。はあ、ステファン様、バステア用具というものがお会いしたいとのことですが、いかがいたしましょう。資本家のバステア用具か。私の一番嫌いなタイプだ。で、要件は何なのだ。それがステファン様にとって良いお話ということしか。まあ、暇を持て余していたところだ。通せ。かしこまりました。大切なお話ですので人払いを願えませんか。お前たち外に出ていろ。はっ。で、話というのは。早速ですが本題に入らせていただきます。あなた様はファリアル皇帝の政策に不満を持っていらっしゃいますな。何をたわけたことを。私は不満など持ってはおらぬ。第一、私は兄上を尊敬している。そのような建前のご返事を聞きに来たのではありません。私が聞きたいのはあなた様の本心でございます。本心。はい、あなた様はファリアル皇帝の政策に不満を持っていらっしゃる。しかし皇帝はあなたの言葉に耳を傾けない。あなた様のせっかくの才能も宝の持ち腐れになってしまう。そこで私はあなた様が政治の実権を握るための手助けをしたいと考えております。バカなこと。冗談ではございません。あなた様と私が手を握れば可能なのですぞ。しかしどうやって。ようやくその気になっていただけましたな。クーデターを起こすのです。クーデター。そんなことできるわけがない。いいえ、あなた様が許可さえくだされば私どもは戦力を集められます。私どもの企業ではムーブクラッシャーの開発製造も行っております。あなた様が書類を細工してくだされば6ヶ月ほどで戦力は整います。しかしクーデターというのはやはり。今のような状況が一生続いてもよろしいのですか。それに人民はあなたが立ち上がるのを心待ちにしているのですぞ。わかった。で、お前は何を望んでいるのだ。あなた様が政権を手中に収めた暁には惑星開発に使用する一切の機材を私どもの企業からお買い上げいただきたいのです。それだけか。それで結構でございます。私が政権を握れば資源発掘の利権は全て人民のものになるぞ。それでもよいのか。それぐらいのことはもとより存じております。わかった。ではお前と手を握ろう。しかし覚えておくがよい。私は人民のために戦うのだ。お前を儲けさせるためではない。承知いたしました。ステファンがここまで思い詰めてるとは考えもしなかった。私の考えが甘かったようだな。いえ、閣下のご責任ではございません。ステファン様の行動はご自身の考えによるものではなく、用具とかいう男に言い含められていると思われます。確かにそうかもしれん。しかしそうさせてしまったのは私の責任なのだ。ステファンは何をするときでも私の影に隠れていた。いや、そうしなければならなかった。私もステファンの意見など聞かずに自分の考えだけで動き続けてきた。ステファンは一生ナンバー2の立場から抜け出せない運命を背負っていた。そこへナンバー1になれるチャンスが巡ってきたんだ。ステファンならずとも気持ちが傾くのは当然だ。私がもっとステファンのことを考えてやればこんな事態は起きなかったのだ。いえ、閣下はいつもステファン様のことを考えていらっしゃいました。お前にそう言ってもらうと少しは気が休まるよ。ガディア、私はステファンを殺したくはない。皇帝として情けないかもしれないが、私は
ステファンとは戦いたくないのだ。今ならまだ間に合う。戦いが始まる前にステファンを説得すれば最悪の事態は避けられるのだ。これからステファンと話し合おうと思っているのだが、賛成してくれるか。閣下の意思は全て私の意思でございます。そうか、賛成してくれるのだな。至急ステファンとコンタクトを取って。これはこれは皇帝閣下、今日はまたどういったお話ですか。いつまでそんな馬鹿げたことを続けるつもりだ。馬鹿げたこととは何たる暴言。ステファン様は貴様の悪政から人民を守るために立ち上がったのだ。あなたが何とおっしゃろうと、私は人民のために戦うだけです。たとえ私の命を失っても。戦いからは何も生まれはしない。考え直す気はないか。今ならまだ間に合う。戦いが始まれば取り返しはつかないぞ。考え直せ。臆したのですか。皇帝閣下ともあろうお方が戦を恐れるとは。後悔するぞ。それはあなたの方だ。わかった。もう何も言わん。お前の思い上がりを完膚なきまでに叩き潰してみせる。心中お察しいたします。ステファンがあくまで戦うというのなら仕方あるまい。全力で奴の野望を阻止してみせる。たとえこの手で奴を殺すことになろうとも。ノーマを抑えておきさえすれば敵は我が方に侵攻できぬ。さすれば一般市民に被害の出ることはない。分かっておるな。ガリア、この星を抑えることがどれだけの意味を持つか。存じております。兵士たちも期待に応えてくれるでしょう。うん、我が軍の活躍たっぷりと見せてもらおう。